本日はよろしくお願いします。あのね、いつものバロンの講演会と違って今日は趣向がだいぶ違います。まず45分間というか、まあ40分程度僕がなぜ、こういう会を催したのかというご説明をします。でその後、僕が見つけた一応ね、マジシャンというふうになってますが、実は超能力者です。あんまりね、日本ではね、超能力者っていうのをね、前面に出すとね、いろんなトラブルがあるので、一応表面上マジシャンでも、やっぱりね、超能力でしかできないことをさらっとなさるんで、もう僕は期待してます。で、そもそもなぜこんなことを、僕がやり始めてるのかというとね、今からもう40年前になりますね。僕が、ちょうどこの京都にいて、さあ、理論物理学の大学院にいて、もう一体何をやるのか俺の人生、で当時ね、湯川秀樹先生、それから友永慎一郎先生がノーベル賞を受賞されて、特に理論物理学という分野で、だから理論物理学っていうのがもう本当に注目されていたんですが、その分ね、ものすごい数の大学院生がいて、大学院卒業して、学位博士号をもらっても、どこかで就職口見つけるということがなかなかできなくって、みんな今もそうなんですが、オーバードクターといって、ドクター博士号を取っても、行くとこがないっていう人たちが溢れてたんですね。それで研究室にももう先輩たちがみんな残って、俺の人生もうこのままじゃどうにもなんないなと思って、先輩の真似をしたんです。先輩何するかっていうと、当時メールなんかないので、エアメール、タイプライターで英語で手紙を書いて、世界中の有名な物理学者、物理の先生に、助手として雇ってもらえませんかって手紙出すんですよ。でみんな、ね、1年間に、それこそ200通出して、一通も返事来なかったの、これが普通なんですが、僕の場合ね、まあ、先輩の真似しようと思って、まだ博士号ももらってないのに、もう俺博士、理論物理学で博士だって言って出したんですよ。3通だけ、もう3通、3日坊主で3通出したらもうアホらしくなってやめたんですが、なんと3通出したうちの1通が返事が来ましてね、しかも電報が来たんですよ。本当にスイスのジュネーブ大学ってところから。で文面読むとね、今年の9月にから来れるんであれば雇ってやるって。まだ俺博士もらえないよ。でそっから苦労して、もう教授騙してなんとかしてくださいって言って、まあとりあえず博士もらって、で行ったんです、スイスのジュネーブ大学っていうところに。もう本当にびっくりしました。給料は当時の日本の大学の助手の給料の確か30倍。すげえやと思って、もうリッチになった感じで行ったんです。まあその話はまたでね、実はその時に僕を呼んでくださった、ジュネーブ大学の教授、チャールス・エンツ教授って言って、このエンツ教授はその前の教授が、パウリっていうスイスの有名な物理学者で、もちろんノーベル賞受賞した、なんて呼ばれてたかっていうと、とにかく天才なんですが、確かね、18歳の時にアインシュタインの一般相対性理論の教科書を書くんですよ。もうありえないことなんです。で、早熟の天才と言われてた、その人が、スイスの、一番いい
理科系では一番いい大学がチューリヒ工科大学っていうのがあるんですが、そこの教授になるんですね。パウリっていうノーベル賞を取った人が。でその人は実はあまりに頭が良くて天才なので、あの精神病になっちゃうんですね。で精神病院に行くんです。多いんですよ、あの僕も含め、ね、理論物理学で有名になる人は大体頭おかしいんです。でそのパウリも精神病と診断されて、主治医が有名なユングっていう先生で、ね、ユングってあのユング心理学のユング、ユング博士、ユングの、ユングさんはチューリッヒで、大きな精神科の病院の院長もなさってた。その先生の患者だったんです。患者で理論物理学者で、患者としてユング先生のところに通うするとね、だんだんユング先生も興味を持って、そのパウリという患者である理論物理学者とユング先生がね、共同研究を始めたんです。その共同研究の一番の成果は本になっています。日本語でも翻訳されて今も手に入ります。何についての本かというと、超能力、それからあの霊界現象、幽霊とか、あの世からの通信とか、そういうことが本当に可能なのか、可能としたら物理学的にはこうだ、心理学的にはこうだというあの研究を2人で始める、患者と精神科の先生が。でそのぐらいは僕も知ってたんです。ところがその僕を拾ってくれたジュネーブ大学のエンツ教授は、そのパウリっていう天才物理学者が死んだ時の助手だったんです。で死んだ時の助手だから、そのパウリ先生が研究室に残してた書きかけの論文、ほとんど完成していたけれどもまだ出版してない、公表してない論文の原稿がかなりあったんですが、それをごそっと手に入れて、助手ですから、で自分の名前を書いて、で学会で発表して偉くなったと、そういうふうにみんなに言われるかわいそうな先生だったんですが、でもね、実際はどうか知りませんが、パウリが書き残した、ね、まだ未完の論文の原稿を彼は全部持ってたんです。で僕が、その先生に呼ばれて、ジュネーブに行って、最初に歓迎会開いてくださって、でワイン飲みながらね、ところでお前知ってるかって、あの有名なパウリは最後の最後、死ぬ直前にあの面白い論文書いてたんだって言うから、どんな論文なんですかって言ったら、いやあの